デスレー・スナイデル、デスレー・ベンヤミン・スナイデル、1984年6月9日イは、オランダ・ユトレヒト出身の元サッカー選手、元オランダ代表、現役時代のポジションはミッドフィールダー。所属して異なるリーグの4チームで、リーグ戦、カップ戦での優勝を経験している、攻撃的ミッドフィールダー。インテル・ミラノ時代の2009の10シーズンには、 インテルの中心選手として、フォーチャンピオンズリーグ優勝を含む三冠達成に貢献。オランダ代表では、同国代表最多出場記録の保持者であり、2010、FIFA ワールドカップでは、大会最多タイとなる5得点を挙げ、オランダの優勝に貢献した。ウェスレー、ウェスレー、ウェズレー、スナイデルのほか、英語読みの、ウェスリー・スナイダーとも表記される、実際はオランダでも、 ベスリーと発音される。ユトレヒトで祖父、父もプロ選手であったというサッカー一家に生まれた。いい、ジェフレー、弟、ロドニーと共に、サッカー選手を志し、1992年にアマチュアのドスというクラブから、ヤックスの下部組織に入団。2002から03シーズン、2002年12月22日のエクセルジオール戦にて、トップチームデビューを果たす。 同シーズンはリーグカップ計23試合に出場し5ゴールという活躍を見せた。2003から04シーズン、その卓越したパススキルを存分に発揮し、センターハーフのレギュラーに定着。シーズン計38試合出場、10ゴールを挙げ、リーグ制覇に貢献し、同シーズンのヨハンクライフ賞を受賞。2004から05、2005から06シーズンは、 司令塔として、アヤックスを支えたものの、ライバルである PSV が、フースヒディンクの下で全盛期を迎えており、クラブレベルでの特筆した成果を収めることができなかった。2006から07シーズン、クラブで背番号10を与えられると、卓越したパスセンスに加えゴールを狙う積極性が増し、FK やミドルシュートでゴールを量産。リーグで18得点という成績を残した。 2007年8月12日、同じスペインのバレンシア CF との獲得レースを制したレアル・マドリードへ加入。遺跡金は2500万ユーロとされ、背番号はデビット・ベッカムのつけていた23に決ま。2007から08シーズン、開幕戦となったアトレティコ・マドリードとのマドリードダービーでリーガデビューを果たすと、続くビジャレアル戦で2得点。 ドアルメリア戦で一得点を挙げ、その後も、中心選手として活躍し、レアルマドリードのリーグ2連覇に貢献した。2008から09シーズンは、背番号10を与えられたが、負傷の影響、さらには、リハビリや通院と称して、オランダのテレビタレントの女性と不倫を重ねていたことが、発覚、離婚と遺社料を求められ裁判沙汰になるなどして、活躍できず結果を残す子はできなかった。 本人は残留を希望するも、レアル・マドリードが2009年夏の遺跡市場にて大型補強を行ったことにより、放出候補となり、2009年8月28日、半ば追い出されるような形で、イタリアのインテへ移籍した。遺跡金は1500万ユーロ、約2 0億円、年俸400万ユーロの4年契約とされている。加入から2日で、ミラノダービーに先発出場し、 加入したばかりとは思えないパフォーマンス見せ、インテルの対象に貢献。10月3日に行われたウディネーゼ戦で後半、ロスタイムにチームを救うセリエ A 初得点を挙げた。その後も、中心選手として活躍し、インテルの史上3度目となるセリエ A5 連覇、また、イタリア史上初の主要タイトル3冠達成に大きく、貢献した。シーズン終了後、 UEFA 最優秀 MF に選出された。インテルでの三冠獲得と口実のワールドカップでの活躍から2010年の FIFA フフバロンドールの最有力候補と考えられていたが、2010年12月7日に発表された最終候補3人から外れ、物議を醸した。結局、スナイデルはベスト11に選出されるにとどまった。その後は、負傷や、 監督交代などの影響で不審に陥った。2013年1月、ガラタサライ SK への移籍人をい、2015年10月3日には、ガラタサライとの契約を2018年6月末まで延長したことを発表した。年俸は450万ユーロ、約6億円で、2万ユーロ、約270万円の出場ボーナスがつくと報道された。 2016年の冬の移籍期間で中国サッカースーパーリーグのコースソネーから年俸700万ユーロ、約9億円のオファーが届いていた。ガラタサライに提示された移籍金は1600万ユーロ、約20億8000万円だったが、移籍は実現しなかった。2016から17年シーズンをもってクラブを退団した。2017年8月8日、 フランスのオグック・ニースに完全遺跡で加入。背番号は銃を与えられるなど、周囲の期待も大きかったが、定位置を確保することができなかった。結局、リーグ戦の試合に出場したのみで、ゴールもアシストもないまま2018年1月に対談を発表した。2018年1月6日、カタールのあるガラファと1年半の契約を交わしたことを発表した。 2019年8月、現役引退を発表した。2003年4月30日のポルトガル戦で、代表デビューを果たす。同年10月11日の UEFA ユーロ2004予選モルドバ戦で代表初得点を記録すると、同年11月19日には、同予選、プレイオフスコットランダイ2戦で1得点3アシストの、活躍で同国を、 UEFA ユーロ2004本選出場に導き、自身も本大会のメンバーに選出された。予選終盤での活躍とは裏腹に、本大会ではシステムが4から4から2から4から、3から3へ変され中盤の枚数が減り、フィリップコクー、エドガー・ダービッツ、クラレンス・エドルフといった百戦連磨のベテランを揃えていたため、ベンチを温める時間が多かった。 同国は準々決勝で開催国ポルトガルに敗れ、ベスト4で大会を去った。その後、新監督に就任したマルコファンバステンからも信頼を与えられ、2006FIFA ワールドカップヨーロッパ予選のフィンランド戦、アンドラ戦でゴールを挙げる活躍を見せ、同国の 2006FIFA ワールドカップ出場に貢献。自身も本大会メンバーに選出された。 かつてのアヤックスでのチームメイトラファイルファンデルファールトと攻撃的 MF のポジションを争い死のグループと呼ばれたグループ C を突破したがベスト16で敗退を喫した UEFA ユーロ2008ではグループリーグ第1戦のイタリア戦にて序盤にファンブロンクホルストが左サイドから上げたアーリークロスをエリア右からリルクカイトがヘディングでふわりと上げたボールを 完璧なタイミングで飛び出してきたイタリアの GK ジャンルージブッフォンがわずかに開けてしまったシュートをスに叩き込んだ。このゴールと1アシストの活躍で勝利に貢献。同国はベスト8で敗退したものの大会を通じて非常に高いパフォーマンスを見せ欧州サッカー連盟の選ぶ23人のベストプレイヤーの中に選ばれた。2010FIFA ワールドカップでは グループリーグの日本戦で決勝点となるゴールを決め、ワールドカップ初ゴールを記録。決勝トーナメントでは準決勝まで3試合連続ゴールを決めた。前述の日本戦のほか、ベスト16のスロバキア戦、逆転の2ゴールを挙げた準々決勝ブラジル戦、勝ち越しゴールを挙げた準決勝ウルグアイ戦の4試合で、大会選定のマンオブザマッチに選出さる活躍を見せ、 オランダの32年ぶりの決勝進出に貢献した。また、大会後ゴールで、ディエゴ・フォルラン、トーマス・ミュラー、ダビド・ビジャに並ぶ得点王、FW として併用されない純なミッドフィールダーが、W 杯得点王に輝いたのは、スナイデルが、初の快挙となり、ブロンズブーツ賞とシルバーボール賞を受賞した。2017年6月9日の 2018FIFA ワールドカップ予選。 ルクセンブルク戦で代表通算131試合目の出場となり、エトビンファン、デルサールの持つオランダ代表最多記録を更新した。2018年3月4日、オランダサッカー協会を通じて代表引退を表明した。歴代最多133試合に出場し、歴代10位の31得点を決めた。国際 A マッチ133試合31得点。 2003年から2017年、通算、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。